ルイス・エム・マルティネスはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手。現在はフリーエージェント。2005年 MLB ドラフト11巡目でニューヨーク・メッツから指名されたが契約を結ばなかった。2007年 MLB ドラフト12巡目でサンディエゴ・パドレスに指名され6月14日に契約。A-9 ユージーンエメラルズで21試合に出場し、打率278.1本塁打11打点20安打を記録した。7月に A 級フォートウェインウィザーズへ昇格し、24試合の出場で打率231.1本塁打6打点18安打を記録した。2008年は A 級フォートウェインで94試合に出場し、打率 223.3本類が19打点68アンダーを記録。2009年は a 級レイクエルシノアストームで開幕を迎え45試合に出場。打率290を記録し6月にトリプル a 級ポートランドビーバーズへ昇格。昇格1試合目のラスベガスフィフティワンズ戦は2アンダーを記録したもののその後は結果を残せず 11試合で打率、171と打ち込み、7月19日に a イクエルシのアへ降格した。降格後は25試合で打率、353を記録した。2010年は a 級サンアントニオミッションズで106試合に出場し、打率、282.2本類が31打点、101アンダ打を記録した。 2011年7月15日のサンフランシスコジャイアンツ戦で代打として出場し、メジャーデビューを果たした。この年は、メジャーで22試合に出場し、打率、203.1本塁打、10打点、12安打を記録した。トリプル A 級、エルパソチワワズでは58試合に出場し、打率、323.1本塁打、28打点、64。 アンダーを記録した。2011年11月21日にライアン・ケリーとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。2012年はトリプル A9 ラウンドロックエクスプレスで開幕を迎え65試合に出場し打率270点二本類が22打点58アンダーを記録した。8月11日に マイクナポリの故障者リスト入りに伴いメジャーに昇格した。この年はメジャーで10試合に出場し、打率111だった。オフの11月には、第3回 WBC 予選のコロンビア代表に選出された。大会終了後の12月26日にフェとなった。2013年1月4日に、ウェーバーでボルチモアオリオールズへ移籍したが、2月5日に、 DF となり2月8日にトリプル A 級のオーフォークタイズと契約した。開幕を AA 級ボーイベーソックスで迎え12試合に出場すると打率349個打点を記録し4月28日にトリプル A 級ノーフォークへ昇格。昇格から2試合連続安打を記録したものの出場はその2試合にとどまり5月5日に A 級ボーイへ降格。降格後は48試合に出場し、打率233と結果を残せず、オフの11月4日に FA となった。2013年11月20日に、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。2014年は、トリプル A 級ソルトレイク・ビーズで53試合に出場し、打率262、4本類だ。 22打点を記録したが8月2日に放出された2014年8月2日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで14試合に出場し打率150だった2015年1月23日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ開幕を AA 級ポートランドシードックスで迎え五十試合に 出場。打率、226、1本塁打、18打点の成績で、6月28日に、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスへ昇格した。しかし、14試合で打率、125と結果を残せず、7月31日に、AA 級ポートランドへ降格。AA 級で15試合に出場後、9月1日に、再びトリプル A 級へ昇格した。 オフの11月7日に FA となった。2016年3月11日に第4回 WBC 予選のコロンビア代表に選出されたことが発表され、2大会連続2度目の選出を果たした。ありがとうございます。